we are ハロハロどうもバイエンです。はい、という早速撮っていきたいんですけども、なんと本日は初の兄弟企画です。イエイ。でね、二人挨拶してないよ。誰バイエンです。誰って何、見えてない、入っちゃダメなのかな、ずっと見えてないの。いや、もう俺らもう兄弟だからそういうのいらねえかなっつうことで。はい、バイチェットホップです。はい、よろしくお願いしますということで、本日の企画は兄弟で1万円先に食べきるまで帰れません。よいしょまあ、今からですね、ランドとシー、それぞれの兄弟分かれまして、まあ、シンプルに1万円食べきられるまで帰れません、どっちがタイム早いかを競うというものでございますね。じゃあこれランドかシーかどっちがいいか、じゃんけんしよう。いや、あのね、違うんですよ、車で来るときね、もう私たちは子供だからランドって言って、じゃあ俺ら C でいいよって言って、メニュー調べてから、私 C がいいっていう、汚い女です。違うよ、だってでもさ、ランドのが楽しいじゃん。楽しい。ね、そんなのが C のが楽しいよな。C のが楽しいですよ。C はちょっと大人じゃん。ウィー、ウィー。だから合わないんですよね、根本的に。高校の兄弟は今日で白黒つけますよ、どっちの血筋が大食いに適しているのか、はいはい、うん、確かにそれは気になるね。まあルールとしましては、はい、まあ、同じメニューは1人1回ま で、はい、で飲み物は別に何回でも頼んでいいと、うん、いう感じでやっていきましょう、うん、あ、で、あの今回価格設定もありまして、はいはい、1品2000円以下のものを頼んでください、うん、そうですね。ということで、早速おのおのつってやっていきましょう。はい、はい、ということで早速やっていこう。はい、もしもし。もしもし。準備 OK ですか。はい、こっちパーク前で待機しておりました。準備 OK です。いつでも大丈夫です。今からスタートしたいと思います。開始時刻2時46分ですね。はい、いきます。はい、レディーゴー。ぶっ飛ばすということで、まずは変装グッズをね、いろいろ買いに行きたいと思います。地球持って、地球地球を持っておりますてかさ、兄弟でさ、ディズニーとかさ、はい、来たことないやん。ないですね。だから、今日はね、初ディズニーということで、はい、ちょっと兄弟で楽しんでいきたいと思います。行くぞー、行くぞー。着いた着いた、久々のディズニーだ。久々のディズニー、2人で回るのは初めてだよ。初めて。いつも家族とか親戚とか ね、こんな感じです。じゃあまずカチューシャとか買う。なんか気分楽しみたいから。え、カチューシャ買いたい、絶対買いたい。ディズニー来たらやっぱカチューシャしないと。ないとね。てかうちらのコンビ名決めない。何する。なんかね、ファンの子たちには結構ユンジェイ兄弟とか言われる。言われる、ね、言われる。そうだね、これをなんか名前つけたいね。ね、青ラブだってさ、マータスとジンタンで不真面目コンビでしょで、カスとテオくんでカステラでしょ。うん、そういうの欲しい。いいね、なんかあるか、俺らね。なんだろう、募集します。募集しますまあ、とりあえずただでさえバレちゃうのに、はい、イケメンが並んでると注目の的になっちゃうから、変装しよう。変装しましょう、じゃあ。うん、はい、ということでお揃いの耳買いました。ウィーウィー。ということで、今回の作戦なんですけども、はい、まあ、マジでちょっと YouTube 史上初の最速を狙っていこうかなっていうことで、はい、その名もお子様ランチ攻め作戦。よいしょ。これはですね、はい、お子様ランチを徹底的に攻めてきます。よっしゃ。量少ないし、はい、高い。装飾凝ってますもんね。装飾凝ってるから、はいはい、ほぼ装飾代。そうですね。うん、まあレストラン予約して、レストランまであと1時間あるんで、それまでにちょっと2000円分ぐらい行きたいな。行きたいですね、それ。あ、アイスクリームある。アイスクリーム行く。行くんだよ、アイスクリームは。トロピカルフルーツとティラミスクッキーサンドアイスください。普通コンビニで300円って言ったらね。そうですね、もうハーゲンダッシュとかだからね。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツ、バーゲンダッシュそれ30のおばさんやいいツッコミするねいいツッコミするねはい、ありがとうございます。いただきます。はい、うまい、うまい。やっぱ安定でうまいわ。やばい、こんなチンタラしたら負けるぞ。普通に楽しみに感じないんですか、今日。ちげえ。え、勝負だよ。え、ユミリー VS バミリーの勝負なの。バミリー、バミリー、バンビーナじゃないですか。バンビーナの勝負なの。
なるほど。チームバンビーノと。バンビーノ？バンビーノ。バンビーノ？ニーブラじゃないですかそれ。ニーブラじゃねえ。あれ？バンビーナが女の子。バンビーノが男。そうなんですか。うん。食べられました。余裕の完食です。うん。はいほら。おめでとうございます。おお。おお。がっつり食べたいな。いいな、ラーメンとか。ラーメン。ラーメン食べたい。ランドといえばラーメン。ね。ラーメン食べに行きます。行きましょう。いいじゃん。ちょっと待って、写真とか撮っちゃう？撮ってもらおうか。ね、撮ってもらおう。よしよし。写真撮る。うちらは今回エンジョイズということでね、はい、いよいよ腹ごしらえです。飯食いに行きますか。はい、1店舗目はこちら。バーンなんだっけ、チャイナボイジャーみたいな。あ、ユンちゃんと同じコーデしてる人たちもいる。え、お揃いコーデの。はい、ということでラーメン来ました。私がエビパイタンで、バイジューがローストビーフ冷やし麺みたいな、うん、メンマと私がネギ、デザートも頼んで、じゃん、うまそう。蒸し餃子。僕がコーラと生ビールです。うお、ビール苦手ですが頑張ります。乾杯。やばい、すきっぱらでビール飲んだから回りそう。でもコーラがやっぱ一番うまい。せーの、いなしかて、うましかて。バンユンファミリーらしからぬいたって聞こえたけど、なんかあった今。よいしょ、いただきます。どう？うまい。エビが焼いてあるから、うん、ちゃんと油の味もするの。ごま油がさ、めっちゃおいしい。おいしそうだね、冷たい。うまい。冷やし担々麺的な。あ、すごい、うん、なんかさ、まさにそれ。めっちゃ辛そうだけどね。わいちゃん辛いの苦手だもん。うん、でも担々麺はね、食べるよ。食べる？うん。俺さ、もともと食べるの早かった。うん。友達とご飯食べると先に終わっちゃうから、うん、なんか待ってで喋ってみたいな時間ができるのが嫌で、うん、食べる速度合わせるのができるようになった。よし、これ食べちゃおう。蒸し餃子。楽しみにしてたやつ。落とさないでね。よくこぼしちゃう。スカイピースのチンタンさんと一緒。チンタンもユンも同類。つけないで。いただきます。素材の味を楽しむ派だ。この人酔ってる。ユンちゃんこれこぼれる。ユンちゃんそれ下開いててこぼれる。だって自分の服見てみ。なんか濡れたんですけど。あれあれ、僕ね、兄弟だから分かるんですけど、ユンちゃんもう酔ってます。酔ってます。ちょっとレストラン見つけまして、はい、こちらディズニーシー20周年スペシャルセットで、同じメニュー頼めないんですよ、はい、だから俺サーモン行くからお前ハンバーグ行け。 OK です。 OK、 じゃあもう入って食ってこう。はい、はい、ということで注文しました、はい、まず僕がこちらですね、お子様ランチ、そしてこちらのなんかリンゴの発泡酒お、あとコーンスープみたいな、はいはいはい、で、ホープがハンバーグと、ね、アイスティーチーソーダで、で俺ちょっと衝撃的なことに気づいちゃったんだけど、うん、お子様ランチがこれでまあ大体1000円とかなんだよ、うん、でハンバーグこれ1200円じゃん、うん、お子様ランチのがきつくねって。確かに。お子様ランチのがきついわっていうことで、ズルしようとしたバチが当たりましたね、これ。まあでもとりあえず食ってこう、これで食べましょう。出ましかねー。俺っちはお酒で、お酒はね、すぐおしっこで出るから。そうだね、バンバン出る。リンゴ作用ね。やばい、ケーピー。うわ、これやばいわ。これうめ、これ酔っちまうわ。
自分に自分かよ自分に酔ってる自分かよ二日酔いどころじゃないもん20年以上酔ってるいただきます。うわ、かわいいお子様ランチ、これ見て、これハンバーグね、お子様感出せ全部一口よ全部一口やね、そんなうまいわ、うまそうだもん、味は大人味は大人、うん、ハンバーグいただきます。絶対うまいよ、うまい。俺炎上した後さ、うん、滝行行ったじゃん。行ったね。でクソマジで超痛くて、頭あの頭冷たい水が上から降ってくるの、うんうんうん、激痛で、うん、あの時でもほんと寒すぎて、うん、が見たこともない小ささになる。やば、寒すぎて、寒すぎて中に入ってんだ。中に入ろうとして、うわ怖いねそれ、ちょっと、うん、びっくりしたもん辛そうだったもん、あれマジでしんどい。あれ、ね、楽と思ってる人一回ねやってみてほしい。なるほど、想像を絶するねの小ささそっち。うわ、これお子様ランチ失敗だわマジで。多いよね。多いわ、なんかポテトとかいっぱいついてるし。確かに、なんかまだハンバーグとかならさ、うんうん、ついデザート食べようとかなるじゃん。なるね。もうデザートもついちゃってんの完結しちゃってんのここで。あれちょっと忘れてた、飲むの。何それ。ダイエット。それは何の効果があるんですか。これは糖質、うん、脂質、うん、あの思い出を全部なかった。ダメじゃねえかよ今飲むなそれ、始まったばっかだけど。トリプルバリア3つの効果を防ぐ。思い出だけはやめてそれ飲まないで完食でーす。あ、え、やばい、次の店もう行かないじゃん、予約してんだった。やばいやばいやばい。おぉ、すごい完食。ちなみに俺、髪切ったの気づいた。なんか気づいたよ。本当に来た時から気づいてたよ。なんで言わないの。え、恥ずかしいじゃん本当だな。バイトはね、いつもすぐ気づいてくれます。あれ、前髪切った、髪染めだって。はい、すごい、自分でも気づかないぐらいなのに気づきます。モテるぞ。モテたいですね。ダメです。ダメでした。ダメでした。マイチューってさ、はい、ファンの子からガチ恋のさ、DM 来たりするの？来たことあるよ。え？告白されたの？告白ってかな、あの、うん、結婚。すいません。うちの弟に何してるんですか？結婚するのはいいんですけど、ちゃんとお姉ちゃんに挨拶してからお願いします。オーディションするんでやたよ、見つけたのでチュロス買います。お待たせいたしました、はい、ミックリングドリンクよく混ぜてからお飲みくださいませ。はい、ミッキーになってるらしい。そしてこちらがポークライスロール肉巻きおにぎり的な。うまそう。いただきます。いただきます。おいしい。チュロスの大食いしない。じゃあ、うん、価格で、あ、今日じゃない、今日じゃない、何本食べれるか、うん、無限説あるスカイピースじゃん。無限説あるいいな、カップルで制服でディズニー。わかんない、大人になったらやっぱりコスプレだよね、うん、コスプレでもいいからしたいわ。バンビ君としてるようなもんだけどなんちょく、はい、じゃあしっかり混ぜてください。混ぜます。一緒に混ぜる。どういうこと。せーの。カップルでもしないよこんなあれじゃない、やっぱあの女の子ってリップついちゃうから、それでストローつけてみて。そういうこと。まっ、どうぞ。すっぱえバレード始まった。バレード始まった、見たい。行こっか。見れるんじゃない。ちょっと待って、これ飲み切るから。よく頑張りました。ナイス。お姉ちゃん、弟にいいとこ見せたよ。はい、ということでなんとか食べ終わりました。僕はまだまだ余裕です。
次はね、SS コロンビアダイニングルームっつう場所を予約しといたから、うんうんうん、これもう次で多分ね、クリアしちゃうね、多分いけるいける。お前最後にディズニー行ったのいつ？年始くらいだった気がしますね。年始誰と行ったの？誰と行ったの？年始？あ、でも元カノです。そう、こいつね、しっかり振られたんだよね、年始に。はい。なんだ、理由は何だったの？まあ理由はそうですね、うん、お兄ちゃんが炎上したから分かるよって言われました。いや、俺のせい俺のせいだったん？そうだよ。何食べたい何が買ってほしいどんな彼女で、俺のせいで別れたマジかよ。こいつの嫌なとこを見て振ってくれということでね、お料理が到着しました。こちらがキャプテンなんちゃらセットです。スープ、ミニサラダ、そして豪華なお料理ですねそしてこちらも今20周年のスペシャルドリンク食べてこう。ネスタンス、うわ、うまっ。高級だわ。スペシャルドリンク、ちょスペシャルドリンク一口いただきます。よく分からん。いや、すごい。サグッと食っちゃいやしょう。うまっ。このエビフライバカうまくね。うん、サクサク。全部完食しました。寿司握るね。ラスト完食。これが一番きつい。水筒ガブ飲みのつつ。着弾が切れた。お前もやれよ。お前も使えるじゃん。水の呼吸、幻の12の方。12の方いっちゃう。ああ見えた。水の呼吸12の方、ガブ飲み。同じじゃね。同じじゃね。世界線を飛び越えたアニメ。大食いの呼吸一の方、ガブ飲み。ガブ飲み。お、いいじゃん。1600円とか1530円とか。いいね、コーンチャウダーとか。いいじゃん。いいね、こんな感じです。ここ行くぜ。行こう。聞いた勝負だ。はい、お願いします。先生。60円。やだやだ。急ぎ急ぎ。カメラセット。あっちが終わっちゃうかもしれない。ちょっとやだやだ。もうカメラ分欲しい。いつもなんでかやってくれるから食べよう。はい。もういい？あ。いいよ。うまっかて。ラストのご飯いただきます。いただきます。もうね、ここで割りて、はい、本気出していい。いいの、もう本気出しちゃって。なんか動画的にゆっくり食べないとみたいなやつ。そうそうそう、はい、もう大丈夫大丈夫。じゃあもう早く行くよ。もうね、これ食べてすぐパークを出て報告します。はい、いただきます。いただきます。マジで勝ちたい。ちなみにハンバーグ食べたい？うん。オッケー。じゃあもう一口作っちゃうよ。マジで早っ。3口ぐらいでハンバーグ食べたんだけど。こんなにギリギリで混ぜたくない？混ぜたくない、うん、もうこれで終わりだもん、うん、ちなみにうちらのママはね、ディズニーランドの思い出で言うと絶叫がマジで乗れなくて、だからいつもね、いつはスモールワールド乗ってたあれ見るとママ思い出す。俺もあれ好きだよ。私も好き。眠くなる。本当に好き？うん。
バカだね。癒されるから眠くなるんです。最大の癒し効果ってこと。あ、なるほどね。授業の眠さとは違うんだ。違う違う、つまんなくて眠くなるじゃない。危なっ。どうも、完食です。ちょっとこんな短時間で1万円企画やったの勘弁でもない。でも何個してや、はい、全部もらってもいいし。はい、ということで残り2000円、あと2000円だから、はい、肉まん行く。肉まんと飲み物1個ずつ。肉まん行くか。いくらよ。安っ。よっす。あ、なんだ。もしもし。あ、わかった。マジかよ、嘘やん。なんで終わったの。終わったよ。カチューシャも買ったし、いっぱい楽しみました。負けた。勝った。やっちゃー。マジでトラブルが起きて、ちょっと後で話すわ。それ後で聞くわ。とりあえず合流しよう。マジでトラブルが起きた。はい、バイバイ。勝ちました。勝ちました。やっぱうちだって最強ってこと。うん、俺らさ、なんか勝負事になったら負けんよね、あんまり。そうだ、それ揃えば最強ってこと。そうや。ということで合流しましょう。しましょう。はい、ということで合流しました。ただいまー。どうも、勝者です。勝ちました。勝ちました。聞いてくれよ。トラブルが起きた。だからそのトラブル早く言って。そのトラブルをずっともったいぶってるんだから。そのトラブルを話すとですね、はい、ということで今SS コロンビアダイニングルームレストラン来たんですけど、はい、衝撃のこちらメニューが全部高すぎて2000円がないっていう。で、お子様ランチはあるんですよ、はい、あるね。ちょうど1800円のがあったんですよ。で、一人同じの一品しか頼めないんで、うん、もう一人は頼むんだけどお金に換算できないからただ胃を膨らますっていう地獄のあれがあります。さあ、とりあえず1個はじゃあ換算されないけど、うん、お子様2個いっとくか。あ、そうだね。そうするか。悪いことするとうまく全部いかない。マジでいいかなっていう、まあ、トラブルが起きましたね。はい、はい、それはやっぱさ、お店入る前にメニューをチェックしてないのがちょっと容量が悪かったかなって。いや違うのよ。違かったよな、ホープ。いや全部ボスのせいです。完全にやられたわ。はい、ということで、勝者ユンチェチーム。イエーイ。はい、ということでまた兄弟対決見たいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ディズニーいいな、行きたいなって思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた会いましょう。ま